クリップ2012年第96回日本選手権にて、海老原幸は、日本の陸上競技選手。専門種目はやり投げ。甲州アジア大会金メダリスト。やり投げの元女子日本記録保持者である。栃木県河内郡上野川町出身。栃木県立毛岡女子高等学校。国士館大学卒業。2002年に茨城インターハイやり投げで準優勝。2003年に。 長崎インターハイ7種競技で優勝。高校での自己ベストは、やり投げが50メートル98、7種競技が5125点であった。2004年に国士館大学体育学部に入学。同年に行われたアジアジ,アジュニア大会では52メートル07を記録して、銅メダル獲得。世界ジュニア大会では54メートル44を記録して5位入賞を果たしている。 2006年、日本選手権で55メートル07を記録して優勝。ドーハージア大会では57メートル47の日本学生新記録で銅メダルを獲得した。2007年は右膝の怪我に悩まされており、日本選手権では吉田恵美香に敗れ、大阪世界選手権代表を逃した。しかしバンコクユニバーシアード代表に選出され8入賞を果たした。 2010年、甲州アジア大会で3投目に59、立方メートル9の投敵を見せて、自身の6投目を待たずに、他の選手を抑えて、優勝を決めた。その6投目では61メートル56の投敵を見せて、2001年5月に、三宅孝子が記録した61メートル15の、日本記録を更新した。2011年、日本選手権で、 最終6投目に自己ベストを大幅に更新する1投を決めた宮下リサに逆転されて2位となるも、テグ世界選手権代表に宮下と共に選出される。世界選手権予選では59メートル88で全体の10位となり、日本女子の投的種目で初の決勝進出を果たす。決勝でも1投目に59メートル08を投げて、 ベスト8圏内につけるも、3投目にエムラテが60メートル58を投げてその時点で8位のエビハラを上回り、入賞を逃した。2012年、第96回日本選手権で3投目に、自己ベストを更新する62メートル36の日本新記録をマーク、優勝すると同時にロンドンオリンピック代表に内定した。8月7日に行われた、 ロンドンオリンピック女子やり投げ予選は 59m25 の記録で B 組8位となり決勝進出はならなかった。2013年4月の小田記念で日本記録を 62m83 に更新第14回世界選手権の参加標準記録 A を突破した。 6月の第97回日本選手権は60メートル41の記録で優勝し、第14回世界選手権日本代表に選出された。世界選手権では予選突破が期待されたが、持てる実力を十分に発揮できず、59メートル80で16位で予選敗退となった。2015年5月10日に行われた。 成功ゴールデングランプリ川崎では63メートル、80の日本新記録で4位。世界選手権北京大会の派遣設定記録を突破した。6月26日の第99回日本選手権では59メートル11で優勝、大会4連覇を達成。8月28日の世界選手権北京大会では60メートル。 30を投げて予選19位。2013年7月11日に行われたプロ野球 DNA 広島戦で始球式を行い、急速時速 103km のストライクをマークしている。憧れの陸上選手として女子やり投げの元日本記録保持者である三宅隆子を挙げており、ニュースで三宅さんの日本記録を出した映像を見たのですが、 勢いもスピードもすごくて、同じ競技とは思えないくらい、衝撃的でした。と語っている。7種競技の経験を活かした、助走のスピードを持ち味にしており、槍にスピードをうまく伝えられるようになると記録を飛躍的に伸ばしていったという。ありがとうございます。